そう。ただし今回の敵は。敵とかなんや、戦うんやね。野生の不良よ。野生の不良。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで保健室に行きたいと思います。お、びっくりした。あ、ジャンプとかできるんや。あ、そっか。走るの B ボタンじゃなくって。何あれ、なんか落ちとるよ。個人授業って落ちとるわけじゃないか。どんなことすると思う？まだそういうこと決まったわけじゃないけど。なんで入れんの？ここから先には行っちゃいかんってこと？あんなことや。なんかあるのに。ダメ、歩きします。すごい、これ電子表示。なんか話してそう。かっこいい。で、どこ？大丈夫？保健室行く？こっちか。で、今向かってた。保健室、なんかすごいね、5分前着席、廊下走るのはめっちゃ走ってますけど。良きでしょうか？あっこ？おったよー。ね、これ何？なんか拾ったベジタブルをゲット。ベジタブル？野菜？え、なんかマリオみたいな感じで、ステージ上というか、フィールド上にあるものを拾えるってこと？コマ君、なぜここに呼ばれたのかわかる？さっきの戦闘が関係しているとかそういうことかい？それは、禁断の個人授業を。それは違うと思う。YSP 基準合格ってどういうことなのか。これはやっぱり少ないんかな。考えたことはなかった？あ、すごい、なんか、細かい文字もすごい読める。トイレの蓋は優しく閉めようやって、ちゃんと読めるんやね、すご。やばいクライミン。素敵なパーソン。イェー。歌うな。違うってば。好きやね。妖怪スペシャルパワー。YSP 基準とは、霊的に大きなパワーを持つ能力者の基準よ。霊能力者ってこと？妖怪、もののけといった霊的な存在に触れ、操る力を持っている。つまり、妖怪スペシャルパワーの持ち主ってこと。ほう。それはどうやって判断したんやろ？そういう意味だったんですね。なんか検査があったんかな？そして、あなたたちがこの学校に来た理由。学園最大の一大事を救うため。これがあれか、誰やった、タマロウくんやったっけ名前。ちょっとわからんけど、あの子が言いよった、その隕石が落ちてくるっていうやつかな。学園最大の一大事。その前にあなたたちにはテストを受けてもらいます。合格したのにもう早速テスト。これを受け取りなさい。YSP 能力を引き出すガジェット。YSP ウォッチよ。何それ？妖怪ウォッチやん。え、でも妖怪ウォッチの方が私的にはデザインが好きやった。いい感じ。普通に腕時計って感じなんやね。どうやって使うんですか？ウォッチにメダルを入れることで、いろんな妖怪パワーを操ることができる。妖怪メダル？やっぱり怨霊じゃなくて妖怪やん。なんだそれ？意味わかんねえ。詳しい使い方はでもさっきこれから教えてあげる。あの、なんか最初に戦った怨霊バケーラやっけ、あれのメダルもらってないよ。とはいえ、さすがに長い間保健室を離れるわけにはいかないの。あ、そっか、1年生は入学式だけやけど、2年生3年生は普通に授業とかあるってことか。この発信機で指示をするから、常に耳につけておきなさい。イヤーチップを手に入れた。何あれ、上がる。何、どうした？名探偵コナンっぽいの発信機みたい。少年探偵団っぽーい。タマロウくんじゃなかった、マタロウくんやった。マタロウくん、いたの？盗み聞き。しまった。もう、仕方ないわね。オタク的な感じなんかな。この秘密を聞いた以上は、あなたにも手伝ってもらいます。タマダマタロウが仲間になった。バトルでは戦えないけど。邪魔。足でまといやん。さて、早速あなたたちには学園の中にいる怨霊を探してウォッチの力で戦ってもらいます。全然青春できんわけやね。怨霊退治ってわけだな。やってみっか。それを3年間やるんすか。姿を隠している怨霊は霊界チャンネルで見つけられるわ。霊界チャンネルとは？ YY Hello YTube チャンネル登録&高評価よろしく。そのチャンネルじゃないよ。チャンネルというのはね、ってこと？あの、そういうことよね。霊界チャンネル。霊界チャンネルとは YSP ウォッチに備わった現実世界と怨霊世界とを切り替える特別な機能です。
R を押せば霊界チャンネルが起動し、普段は目に見えないものが見えるようになります。へえ、すごい。ただし、霊界チャンネルは短い時間しか持続しません。効果が切れたら少し時間を置いてまた起動しましょう。また、霊界チャンネル中にもう一度 R を押せば、自分で霊界チャンネルをオフにできますよ。霊界チャンネルを使えば、まだ見ぬ怨霊を見つけ出せることでしょう。この広大な Y 学園を霊界チャンネルを使って、隅々まで探索してみましょう。要は、この世界の裏の世界が、見えるってことやんね。怨霊と戦うには、怨霊たちは Y 学園の至るところに隠れています。しかし、普段は彼らを見ることはできません。霊界チャンネルを利用することで、初めて彼らに出会うことができます。なんか部分的に、見える、妖怪落ちとは違って全体的に見えるってことやんね。R を押して霊界チャンネルを起動した状態で、学園を探索することで、怨霊を発見することができます。また、発見した怨霊に向かって A を押すことで、こちらから怨霊にバトルを仕掛けることができます。それは仕掛けんかったら、こんのかな。そんなことはない。ダンジョンならでは最初から怨霊の姿が見えており、怨霊の方から襲いかかってくるケースもあります。ほう、その辺では襲いかかってこんのかな。彼らと向き合い、怨霊たちの試練を乗り越えながら、学園生活の中で成長していきましょう。ダンジョンがあるのか。まずは怨霊を探しに行く前に。持ってるメダルをセットしてみて。え？普通に受け入れだけど。仲間メニューでメダルがセットできるようになった。召喚メダル、バケーラをセットしてみよう。お、持ってるバケーラ。どれ？装備メダル？で、どれよ？ジバジンペイ。召喚メダル、これか。で、バケーラ。バトル中に一定確率で召喚され一緒に戦ってくれる。怒涛の攻撃ラッシュでは暴れ回る。ほうほう、あ、召喚するんやね。乗り移るんじゃなくって。これでオッケー。9番キャッチャー、コマ三田優くん。僕が打つの？大丈夫だよ、コマくん。しっかりバットを握って。何を言ってんだい。ピッチャー、ジバジンペイ。ちょいちょいなんかこういうくだらない。よし、空振り三振。くだらない会話が。いつまで野球ボールが続くの？なんか右上にいいねがあるね。114。結構あるやん。あ、ジンペイもか。セットしたメダル。ジンペイも？音量とのバトルを使ってみなさい。名前が。ああ、それと。パワーサイト。パワーサイトも覚えておいて。何それ、ホームページ的なやつ。学園の至るところに特別なスポット。ほう。パワーサイトが封印されている。それは、あれ？なんか、妖怪ウォッチでいうところの A ランクの扉とかそういうやつ。封印を解けばその場所のエネルギー。じゃない？え、違うかな。風水パワーが高まり幸運をもたらすわ。風水。学園を隅から隅まで回っていっぱい解き放っちゃって。ほう。もう違うね。見たことないやつやね。パワーサイトについて。パワーサイトは学園の至るところに存在する風水エネルギーが集まる特別なポイントです。パワーサイトの周囲の怨霊を倒していくことで、パワーサイトを活性化させることができます。活性化すると、そのパワーサイト周辺の人通りが増え、より多くのいいねをもらえるようになりますよ。あ、そういう感じなんや。また、活性化させた状態でワイドロップを支払うことで、パワーサイトを解放することができます。何ワイドロップって。解放すると仲間キャラのレベル上限を解放できたりと、仲間を大幅にパワーアップできるようになります。学園内に点在するパワーサイトを積極的に利用し、どんどん強くなっていきましょう。ああ、下校して生徒宿舎に帰ろう。そしたらいつでもエンラ先生に会えるのに。そうか、生徒宿舎保健室に住めばいいんじゃん。いや、めっちゃひらめいた。めっちゃ走ってくると思ったら、また太郎くんか。今日から宿舎ってどんなとこ。宿舎暮らしたよね。ジャンプとカメラの操作。バトル中以外は B でジャンプができます。R スティックの左右でカメラを回転できます。また、ZR でカメラの近さを変えられますよ。ジャンプを活用しつつ、カメラ操作で周囲を見回して、学園内をくまなく探索していきましょう。全体マップについて、学園内で十字キー上を押すと全体マップを見ることができます。全体マップでは自分のいる場所やお店や場所、建物など、広い学園全体を見ることができます。ZL や ZR を押すと拡大縮小することもできますよ。こんにちは、どうも。何これ、なんか今丸が、何これ。いいね。挨拶は基本、忘れちゃダメだね。これ何、大きな声で元気よく。しっとりオイルをゲット。何それ、しっとりオイルって。なんかアイテムがあるところはこういう感じになるんやね。ベジタブルをゲット。何、料理するの。そういうこと。ここにもなんかある。うお、今の
我が国の伝統文化をゲット。そんな大変なものをゲットしては、どこよ。こっちか。こっちっぽいね。あ、これやん、言ったやつ。パワーサイトやっけ。かわいい。風水ボーイ。この辺りで悪さをする怨霊さんを10匹ほど懲らしめてきてくれたら、お礼に学園エリア西のパワーサイトを活性化させていただきます。そしたらこの辺りに素通りも増えて、君たちも注目を浴びやすくなるはずです。僕にとっても土地に力が宿って、いわゆるウィンウィンってやつです。気が向いたら協力してもらえると僕とっても嬉しいです。いつもに比べると普通な感じだね。なるほど、そういう感じで、どこや。こっから回っていけばいいか。あ、すごい、見てこれ。テニスしようのとことか見えるやん。これ外からでも、あ、こっからでも取れる。すげえ。ビリビリバッテリーをゲット。で、こっちの方、こっちか。ほうほうほう。生徒宿舎に、チャオー。声かけられた。どうも。これでなんか、お、いいね。32も増えたやん、今ので。ふぅー。何あれ、うまみオーラをゲットね。めっちゃ料理することない。これ何、受けられるミッションがないようだ。ミッション、へえ。遠くから見えるこういうのがすごく気になるんだが、メカメカ電子回路をゲット。すごい街やね。小さい頃はよくこんな公園で遊んだな。ワクワクプラスチックをゲット。俺は今でも遊ぶけどな、公園だといいラップが浮かぶんだよ な、 いいね。なんか尻がめちゃ痛い、長い滑り台。そんなラップいらない。ほら、めっちゃいろんなの。ここが俺たちの宿舎か。これ古めかしい感じだけど、ほうほう、素敵な宿舎だね。すごいね。なんか設備は最新で、セキュリティも完璧らしいよ。いいね、なんかこういうレトロな感じ好きよ私。良きかな、良きかな。時間厳守。おかえりなさい。また会いましたね。お、ウィスパー。薄見沢さん。実は私、生徒宿舎の管理人でもありまして。この横にあるやつ何？募金箱？なんか、意見箱的な感じ？部屋の準備はできております。宿舎にお泊りになりますか？あ、じゃあ泊まります。わかりました。では、宿舎の中へどうぞ。明日からは授業がありますので、しっかりお休みくださいね。夜更かししてたらどうなっても知りません。喋り方が怖いよ。脅かしてるよ、すごく。一人一人部屋がある。次に憧れの宿舎暮らし、上がる。いいな、なんか楽しそう。いや、先生が管理人だったら、なんか学校あっても気が抜けないな。かまあ先生もそうやけど、確かにそれは生徒同士でね、同じ建物に住んどったらなんかずっと、なんか学校な気分な気はする。薄見沢先生は俺たちを監視するために管理人やってたりしてな。なんか一回さ、学校生活嫌になったらその後最悪じゃない？何のために？やっぱほら、 YSP 基準の生徒やけんやない。なんだよ、マタロウ。定規だよ、定規。ジョークという言葉を知らないのか、君は。ジョークのことなんだろうけど、くだらなすぎて、それもジョークなのね。なれない。そういえば、Y 学園って門限には厳しいみたいだよ。じゃあ結構早めに帰らんといかんとか、そういう感じ？夜のさまようゾンビ探し楽しいのにな。したことあるん？やらないから。ゾンビって聞いたら妖怪ウォッチもさ、そのゾンビタイムを思い出してすごく嫌なんよね。え、マジで夜のゾンビ探し行かないの？なんで本気でがっかりしたん？そういう冗談はいいから。陣平くんの場合冗談じゃないんだけど、マタロウくんにはわからないよね。なるほど、心の声はちょっとエコーがかかった感じなのね。明日は初めての授業だし、寝坊しないようにしないとね。朝早そう。そうだな、明日も張り切ってくぜ。ってことで、自分で行くんかな、学校まで。迷子にならんようにせんと。寝るか。え、そこで、ここで。あ、これは妖怪落ちた石や。
うるせえ。じんぺいくん、こまくん、おはよう。いよいよ今日から授業だね。そうだな、俺は気合いバッチリ。もうちょっとなんか自由な日があってもいいんじゃないかと。元気だな。僕は不安で寝つけなかったよ。自分の部屋とかは見えんのかな。もう入り口で今日はもう寝ますって言ったらそのまんま終わりみたいな感じ。そんじゃあ行くか。いざ保健室へ。なんで？え？保健室？教室じゃなくて。サボる気でしょ、ちんぺいくん。ダメだよ。初日から。やだ、エンラ先生の授業がいい。放課後に行け、放課後に。8時までに教室に着かないと遅刻になっちゃうよ。8時まで。せっかくだし、登校も楽しむぜ。挨拶したり、うんこ踏んだり。それは楽しくない。挨拶はいいことだけど、うんこは踏まないで。踏んでその辺に落ちとったりするんかな。登校タイムについて、 Y 学園は学校ですので、もちろん登校が必要です。登校タイムは7時から8時の間になります。8時までに校舎にたどり着けば登校は成功です。制限時間内に投稿できず遅刻してしまうと獲得したいいねが減ってしまいますので気をつけましょう。このいいねは何か意味あるのかな。道草も良いですが、遅刻しないように余裕を持って投稿しましょう。でも1時間あるんなら。おはよう。投稿タイム。みんなおはよう。朝の挨拶大事だね。おはようちんぺいくん。まっすぐなんかな。とりあえず宿舎の部屋ってみんな同じなのかな。そういうのすごく気になるけど。見比べてみたいね。今度マタロウくんの教室はどこですか。いいかな。っていうかこっちか。助けておかなくちゃ。いいね、みんな同じ方向に進んでいってくれるけん、なんかちょっと助かるかも。どっち。それ僕のセリフ。こっちか。あ、こっちやね。ふう、早速迷子に。よいしょ。てか時間わからん。あ、あった。7時18分。そんなことしてる場合じゃない。すいません。これ何。あ、投稿完了。あ、これで OK なん。35いいね、やったね。え、教室まで行かんといかんのかと思った。よろしいですか。で、あるからして、力ずんば、こうなるわけです。何の先生なんやろ。授業終わった。まだなんか書きよる。消しよんかな。これでピカピカ1年生も卒業だぜ。早くない ?1 日しか。早いよ。入学したところ。卒業できますよ。そう、学園ジョブ制度ならね。何それ、飛び級とかできるってこと？卒業もう1日じゃ無理や。聞いたことがあります。個性を磨くための制度だって。そうです。成長したい能力に合わせて自分でジョブを決められるんですよ。勇者とか遊び人とか。学園ジョブについて。学園ジョブとは生徒たちの個性を磨くために用意された Y 学園特有の制度です。セットするとステータスに補正がかかったり、特別なジョブスキルを使えるようになります。また特定条件を満たすと簡単にはなれない上級ジョブなるものも存在するようです。ホラー、上級職とかある。学園ジョブを使いこなし、一つ上レベルの学園生活をエンジョイしましょう。賢者とかそういう感じやね。学園ジョブか。僕もなりたい自分になれるかな。何があるんやろ。では今から FST ですね。 FST とは。皆さん頑張ってください。くどいくらい素敵な天ちゃん、イエー。どういうことどういうこと、どういう意味。フリースタイルタイムです。クラブ活動などで自分を磨く時間ですよ。放課後ってことかな。フリースタイルタイムについて。フリースタイルタイムとは、生徒が様々な活動を通し自分を磨く時間という名目の放課後の自由時間のことを指します。なるほどね。なんかすごいかっこよく言うよね、フリースタイルタイム。学園生活を楽しむも、怨霊を倒すもあなたの自由。フリースタイルタイムを活用し、学園生活を思い切り満喫しましょう。つまり放課後の自由時間ってことだな。うんうん、そう言ってくれ。わかりづらい。あ、お呼び出し。みんな、ちょっといい？急いで保健室に来てちょうだい。すごい、なんか通信してるって感じ。エンラ先生の個人授業だ。俺もお前もフリースタイル。エンラ先生はプリプリスタイル。ラップが好きなのね。はしゃぎすぎだよ。
ってことは何か任務かな。今度は学園生活の一日。学園生活の一日は次のように進んでいきます。登校タイム、授業、フリースタイルタイム、下校タイム、それぞれの時間何をするのもあなたの自由です。さまざまなことに挑戦し学園生活を楽しみましょう。放課後と下校タイムは別なの。妄想の世界に入っちゃってる。フリースタイルタイム、下校タイムっていうのはもう学校から、学園内から出た状態ってことなんかな。いろいろ分かれてるんだな。分かりづらいよ。授業とかは別になんもないんかな。どうも。よし。どうも、エンラ先生。待っていたわ。早速だけど。あ、もうテストがあるのか。これからテストを受けてもらいます。テスト？個人授業やん。あ、個人じゃないけど3人やけど。YSP 能力のテストだよ。音量退治やってたでしょ。そう。ただし今回の敵は、敵とかなんや、戦うんやね。野生の不良よ。野生の不良、飼われている不良とかあるんかな。なんで野生。先生、餌はやってもいいんですか。サファリパークじゃないよ。実は放課後の教室はいつも不良のたまり場になっている。さっさと帰ればいいのにね。2年生の不良たちは1年生の教室までも占拠し、どういうこと。でもみんないろんなもん置いて帰っとるけど危険じゃない。今この校舎の2階と3階は不良のせいで入れない状態。でもこの学園は不良も認められてるんですよね。ただの不良ならいいんだけど。ただじゃないとは。番長のライドン、メラが怪しい。メラメライオンやね。怪しい力。怪しい力、私らと同じってことかな。どうめっちゃなんか吹っ飛ばされるよりやん。見えない力で喧嘩相手を吹き飛ばしているみたい。めっちゃ目線入ってる。なるほどな。つまり不良どもを蹴散らしてメラってやつを倒せばいいんだな。正義の心がうずいてきたぜ。で、そいつを仲間に引き込むということなのかな。ヒーローが好きなんやね。少し長期戦になる。体力をつけるのが大事よ。体力か、レベル上げってこと。自信ないな。疲れた時のためにこれを持っていきなさい。のり弁当。なんかめちゃくちゃめちゃくちゃ器から溢れてるけども。不評、エンラ先生の手作り弁当。マジで作ってくれた。大事に食べるよ先生。これは千葉家の家宝だ。いやいやいや、そんなものを先祖代々受け継がないでください。違うわ。コンビニかい。まあね、生徒のためにわざわざ作らんか。まあエンラ先生が買ったやつならいいか。いいんか。いいんだ。食べ物について。食べ物を食べると HP と満腹度が回復します。メニューから食べたり装備してバトル中に食べたりできます。満腹度とかある。食べ物には使用回数があり食べると減ります。使用回数は食堂などで回復できるのでこまめに回復しましょう。使用回数、個数とかじゃなくて。バトル中に敵を倒すとお腹が減っていきます。お腹が減ってしまうといろいろな強さが下がるなど悪いことがあるので、 HP だけではなく満腹度にも気をつけましょう。めんどくさいやつやん。めっちゃ満腹度って結構好きじゃないんよね私。いろんなゲームで食べ物をバトル中に使うためには装備しないといけないので忘れずに装備しましょう。食べ物を装備、めんどくせえ。ジンペイは海苔弁当を装備にセットした。あそこは自動でしてくれるんよね。ありがとう。じゃあ不良を倒しに行くときは私に一声かけてちょうだい。ほうほう。校舎内の監視カメラであなたたちを見守っておくから。監視カメラとかあるんやね、かっこいい。野生の番長ライド・メラの謎。行くぜ、野生の不良をぶっ倒しに。野生の不良の意味がちょっとよくわからないんだけども。やつは500円までだぞ。遠足か。ピクニックじゃないから。ピクニックか。はい、ということでじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。
さんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもそのライドをメラメライオンをモデルとしたとすると声も一緒ってことよね。メラメライオン結構声高かったけどどんな感じなんやろ。まあ出し方とかは変えるんかな。気になる。